コウキ君来た当初練習の雰囲気もちょっと違うって言ってましたね。シュート練習したその1個ゴール入るか入んないかの周りの声掛けとかも違うって言ってましたもん。全然そうですね。なんかいやまあ決めて当たり前っていうかパソコンとかももう1本のミスをなんかこう雰囲気で許されないんですよ。もう川崎なんかもうパスシュート練習シュートに行くまで の過程があるんですけど、この崩しのパスのそれってみんな1個のゴールでやるんでみんな見るんですけど、そのミスがやっぱその緊張感すごいあるんです。なんかもうミスしちゃいけないみたいな、もうミスしたら練習が止まってまたこう最初からパス出てみたいな、でまたゴールまで行かないといけないっていう、なんかこう1個のこのパスが試合と一緒のもう雰囲気を作れるんです川崎って。なんでだからその今言ったみたいになんか声とかあんま出さないんですよ。なんか行こうぜとか、はい、なんかまあそういうタイミングもあるんですけど、そういうなんかシュートとか決まってもまあなんかああいうシューみたいな感じのとかなんで、もう本当みんな淡々ともうやるっていうか、それがもうでも緊張感がすごいあるんですよ、うん、なんでそれがすごい。だって僕最初初めて行った時の印象に、はい、こう四つ角のこうパスがあって、うん、でコーンがこう自分の周りも四つ角のコーンがあるんですよ、はい、でコーンをこうちょっと回ってタイミングでパスもらってみたいな、うん、普通に基礎練みたいな、うん、アキさんが稲田さんがあのパス相手だったんですけど、8回ぐらいコーンあったんですよ緊張感がすごい僕1日目だったんで初日だったんでこれ終わったと思うそっからのやっぱ、そうです。でもそっからすごいアキさんがいい人だったんで、あすごいなんかよくしてくださったんですけど、その時はもうやってしまったコーンに8回も当てる選手なんか見たことない本当にもうそう、でもやっぱ毎日の練習が緊張感ありました。へぇー、塚川選手がそうなってしまうぐらいの緊張感って、はい、やっぱ稲川選手のオーラはあったっていやもうアキさんのオーラはあったな。チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。